こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は2代目インテグラタイプ R を紹介します。2代目インテグラタイプ R、 通称 DC5 は2001年に登場。インテグラとしては4代目の世代、そしてこの世代で初めてタイプ R が前提となる開発が行われました。1990年代後半、初代インテグラタイプ R と初代シビックタイプ R が大ヒット。タイプ R というブランドはスポーツカーモデルの象徴として大きな存在感を示しました。その一方でホンダの販売戦略はミニバンに移行。もはやクーペやセダンに販売力はなく、唯一タイプ R だけが売れる車でした。この時代はまさにスポーツカークーペ不遇の時代。ホンダに限らずどこのメーカーもクーペモデルの販売には苦戦していました。ホンダとすれば本来であればタイプ R 以外のシビックやインテグラがもっと売れてほしいところ、シビックやインテグラが大衆車として幅広い支持を得てほしいところ、そこで DC5 はスポーツカーの需要を一手に担うモデルとして一から開発されました。ですのでそのメインとなるタイプ R ありきで元から開発されました。そもそも当初の予定はこうでした。インテグラはタイプ R をメインに据える、シビックはタイプ R を廃止し大衆車に専念する。シビックについては結果的に2代目 EP3 は販売されましたが、欧州向けに生産された車を輸入しているに過ぎませんでした。よって日本向けに開発されたタイプ R はこの DC5 が唯一の車、その流れから来ていることもあって世間一般では2代目インテグラタイプ R が DC5 と思われていますが、実は4代目インテグラ全体を表す型式が DC5 となっています。それほどタイプ R ありきで開発された車だということです。それでは2代目インテグラタイプ R DC5 のスペックを紹介します。搭載されたエンジンは2リッター直4 DOHCIV テックの K20A 型、最高出力220馬力、最大トルク21キロを発生。タイプ R 専用チューンが施されたエンジンはレブリミットが8600回転、220馬力の最高出力を8000回転で発生するという超高回転型高性能ユニット。足回りはフロントがマクファーソンストラット、リアがダブルウィッシュボーン、ブレーキはブレンボ製、トランスミッションは6速 MT。 ここでエンジン以外での注目点は足回り、フロントサスペンションがホンダ伝統のダブルウィッシュボーンではなくなりました。生産性、プラットフォーム他車種流用のコスト削減の理由からマクファーソンストラットでありながら、ダブルウィッシュボーンの性能を求めた等コントロールリンクストラットに変更。ダブルウィッシュボーンではなくなったものの、性能的にはタイプ R の足回りとして十分足りているものと当初は思われていました。しかし様々なパーツが出回り、サスペンションがチューニングされ出すとある問題点が浮き彫りになりました。俗に言うタイロッド万歳現象です。車高を下げることでタイロッドに限らずアーム類に角度がつき、ジオメトリーが適正ではなくなるのは何も DC5 に限った話ではありません。しかし DC5 の場合、特にバンクステアが顕著に現れるという特徴があります。バンクステアとはサスペンションがストロークした時のアライメント変化のこと。サスペンションはタイヤを上下させることで路面からの衝撃を吸収し、タイヤのグリップ力を確保する働きをしています。そのサスペンションがストロークする際、タイヤは必ずしもきれいに垂直に上下するわけではありません。一般的に縮む時にはタイヤの上側がホイールハウスの中に入り込むように倒れます。また伸びる時にはタイヤの下側が車の下に潜り込むように倒れます。これはサスペンションの構造上の性質であり、程度の差はあっても基本的にどの車も同じような動きになります。そしてバンクステアというのは、サスペンションが縮んだ時にタイヤがステアリングを切ったかのように角度がついてしまうことで発生する現象。つまり縮んだ時にステアリング操作をしていないのに車が右か左に振られることになります。その後伸びて元に戻った時にバンクステアは消えるので、今度はさっきと逆側に振られることになります。結果としてバンクステアが発生するとフラフラした走りとなってしまいます。もちろんノーマル市販車でそのような現象がはっきり出る車はほとんどありません。自動車メーカーはサスペンションの特性を十分に介した上で基本設計をしています。しかしそれはあくまでも標準車高の話であって、ローダウンした場合は別。 DC5 はタイロッドがダンパー部に取り付けられているのですが、車高が変わってしまうとタイロッドの角度が大きく変わってしまい、タイロッドに負担がかかったり適正アライメントが取れなくなります。つまり設計で想定していない車高で使おうとすると、過大な等変化やバンクステアを引き起こしてしまう車なのです。ですので車高を下げようとするのであれば、それなりに対策されたパーツを使用する必要があります。そうでないパーツでむやみに車高を落とそうとすれば、タイロッドが万歳状態になり、まともにまっすぐ走りません。よって安易なローダウンは危険であり、速くも走れません。そもそもタイプ R という車はメーカー公認のコンプリートチューニングカーなのですから、ノーマルですでに完成しています。変にいじってアライメントを狂わせるぐらいならノーマルで乗る方がよっぽど理想的でしょう。また車高関係では中間パイプの問題もあります。 DC5 は中間パイプのレイアウトの関係で、車高を下げるとフロントバンパーは地面とのクリアランスが余裕でも中間パイプが接触してしまう場合があります。ここも見落とされがちな盲点です。さらにデメリットつながりで話しますと、クラッチ操作が挙げられます。
途半の渋滞が辛いのは MT 車全般に言えますが、 DC5 は特にシビアでエンストをしやすい車と言えましょう。その一番の理由はフライホイールが軽いので半プラでの粘りが少ないということになります。結果として結構吹かして当たりを探るような気遣いのドライビングが要求されます。でもこれは慣れの問題かなとは思います。次にスタイリング、 DC5 は初代インテアールと比べて随分印象が変わりました。全く違う車と言われても違和感がないほど変わっています。ボディサイズは全長 4385mm、 全幅 1725mm、 全高 1385mm。 ボディは基本的に7代目シビックのプラットフォームを流用し、ホイールベースを短縮、ショートノーズキャビンフォワードとホンダが銘打つ通り、キャビンがかなり前方に移動したパッケージングが特徴的。ボディ全体が丸みを帯び、ボリューム感がぐっと増しました。ホンダのデザイン担当は、世界的に見ると線が細く、存在感が弱いとされがちなホンダのクーペセダンだったからこそ、厚みを持たせて塊感で存在感を示したかった、と語っています。これには賛否いろいろあるようで、重厚で力強いイメージを持つ人がいる一方、肥大化して警戒感が薄れたと感じる人も多いようです。特に 65mm も高くなった前後からは腰高感は否めず、ファンからの不満の声も多かったといいます。ちなみにヘッドルームにはかなりの空間があるのですが、資料にはヘルメットの装着を考慮したとあります。その言い分には後付け感が否めませんが、タイプ R ならそこまで考慮するかと妙に納得してしまうところも少しあります。そして結果として当時はこの肥大化したボディが酷評されることとなりました。やはり先代のシャープで警戒感あふれるスタイリングこそがインテアールと考えているファンにとってこの大幅な変化は受け入れがたかったようです。ですが大型化されている昨今の車と比較すると、現在ではこれでも軽量コンパクトな部類のボディとなっています。それでいて室内空間は一般的なスポーツカーと比べて広く、荷物も相当詰めて使い勝手はいい。今改めて見るとなかなかいいパッケージングに思えるのは私だけではないはずです。また内装に目を移すと、やっぱり目を引くのがタイプ R お決まりの三種の神器、桃製ステアリング、レカロ社製バケットシート、シフトノブ。しかしシフトノブは先代のチタン製からアルミ製に変更されました。その一方でインパネデザインはレーシーさ抜群、 6G1 スタートの白地スピードメーターとタコメーター、VTEC サウンドと相まって気分は完全に行動レーサーです。販売台数は初代の約3万台に対して DC5 は約14,000台。商業的には決して成功した車とは言えませんが、この車も初代同様世界最速の FF と呼ばれた公道を走るレーシングカー。259万円でこの性能を手に入れられたのですから、今見るととんでもないバーゲンプライスと言えるでしょう。先代モデルと比べると単に動力性能だけでなく、ギアレシオやボディ剛性などカタログスペックには現れにくい部分までも確実に進化した DC5。 2代目にして最後のインテアールとなったこのモデルですが、タイプR にふさわしいポテンシャルを備えていたことは疑う余地がありません。ただ DC5 に不運だったのは生まれた時代と先代モデルの呪縛、まさにクーペ不遇の時代に投入されたレーシングスポーツクーペモデル、そして今や伝説のマシンとして神格化されている先代モデルの初代インテグラタイプ R。 先代が大ヒットしたモデルはどうしてもその呪縛からは逃れられず、そこからの反動で余計に不人気車のレッテルを貼られる。これは S13 から S14、 R32 から R33 でも見られた現象。同じようなパターンに完全にはまってしまった2代目インテグラタイプ R DC5。 なんか地味だの、まっすぐ走らないだのと一部界隈では散々な言われようですが、世界最速 FF 車の看板に偽りなし、吊るしの状態でサーキット走行が行え、そのまま家まで帰ってこれる、そんな市販車はまずありません。文句なしの FF スーパースポーツだと思います。中古市場は相変わらず初代の高騰がすごいのですが、近年になって2代目もじわじわと値は上がってきているようです。しかし2代目のエンジンは高回転に耐えられるようにしっかり強度が確保されており、特段弱いポイントはないといいます。初代のような酷使されてゴロゴロみたいなことも少なく、中古車で狙うにはなかなか良さげなモデルです。クーペが好き、 VTEC が好きっていう人にとっては最高の車ですね。それではそのかっこいいクーペの走り、 VTEC の方向をお楽しみください。3台のチューンドインテアールのサーキット走行です。どうぞ。俺たちが手に届く範囲の1台、この仕様で何秒出るか楽しみだ。さらりと6秒前半、ちょっと手を加えれば5秒。インテグラって速いんだね。
オクトスピード。初代もいいが2代目もいい、あなたの好きなインテ R はどっちですか？いかがでしたか？今回は2代目インテグラタイプ R を紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。